久保さん、橋本さんの話術すごいですよね。今回、ダンケネディにしましょうか。セールスや交渉の場面では、ローテクがハイテクに圧勝する。ローテクがハイテクに圧勝すると。まあ僕もね、いろいろ勉強してきて、いろんなやり方をやってきましたけども、まあ結局ね、買う人は人間なんですよね。動画見る人も人間だし、買う人も人間だし、 だから人間の心理はね、大して変わんないですよ。だからどういうふうに、どういうふうにされると人は喜ぶのか、どういうふうにされると嬉しいのか、どういうふうにされると怒るのか悲しいのかとか、そういうのを知っていれば、それをどういうふうに生かすのかって話ですね。うん。でもこれはね、ほんと変わってないと思いますよ。これからも文明は発達すると思いますけど、人間の心理って大して変わんないと思います。うん。 萬田銀次郎もそうですけど映画とかも、まあ、ほとんどそのストーリー性は大した変わんないですよねだってその、まあ、もちろんたまにありますけどもあの主人公が敵に,敵に勝つこれもう分かってませんだけど面白いんですよね たまにね、主人公が死ぬっていう場合もたまにあるんだけども、ほとんど主人公は、ロッキーは最後勝つんですよ。ね、ロッキーの映画は最後ロッキー勝つみたいなね。<laughs> 分かってる。ま、万ン銀次郎もう最終的に万田銀次郎が勝つんですよ。分かってるんだけども、面白いですよね。うん、だから分かってるものを作ってるんですよ。<laughs> うん。だ逆にね、あの、悲しいですよね。主人公が最後亡くなって、悪役、悪役が、 のさばせて,てるっていうと、なんか、なんかまあ、それはそれで面白いのかもしれないですけど、なんかちょっと、ちょっとこの、なんすかね、多分なんか、わだかまりがあると思いますよ。すっきりしないというかね。<laughs> うーん。ただまあ、あの、どんなに時代が進んでも人間の心理は大した変わらないということですね。うん。いろんなマーケティングだったり、いろんなやり方だっては出てくるんだけど、大した変わんないですよ。その本質的なところは。 いってらっしゃい。